1943年12月から1945年の間に生産されたナチスドイツの八輪重装甲偵察車系列である。もともとは植民地を重装甲偵察車として SDKFZ231K の後継を目指して1940年8月に計画が開始された。このため水の入手が困難な砂漠地帯での運用を意識して、 チェコスロバキアのタトラ社製 V12 クーレーディーゼルエンジン103型を搭載しているのが特徴である。ビュッシングなグ車により設計された車体は前作である SD-KFZ231K を洗練したような形状で後方に向けた操縦席があるのも同様だった。従来の装甲車と異なり、 シャーシはそれ単体で独立しているのではなく、モノコック構造の走行の一部として構成されていたのが特徴であった。リーフスプリング式独立喧嘩の八輪駆動で、それぞれステアリングを切れるが、他のドイツ走行車同様に防弾ではない、バルーンタイヤを使っている。当初の計画では、SD。 KFZ231K のように、威力偵察用に 2cm 機関砲を搭載するはずであったが、1942年7月に方針が変更された結果、ある程度の対戦車戦闘能力を持つ 5cm 対戦車砲を搭載した方が最初に量産された。乗員数は各方とも24名。しかしそれらが配備された頃には、 北アフリカ戦役は終了していた。しかしタトラのエンジンは、国書と同様に国間でも、効率的な性能を発揮した。234タイプは全部で、約2300両が生産された。SD、KFZ231 系と異なり、装備が異なっても、同じ234の正式番号が与えられている。パンツァー、アーカイブ、で、ありがとうございます。